自分だけの折り紙を作って折り紙遊びを楽しんでみましょう。今回は食紅を使います。食紅を水で溶かしてスプレーボトルに詰めます。コピー用紙を正方形に切ったものを新聞紙の上に乗せてスプレーしていきます。濃いところや薄いところを作りましょう。色を変えてみても楽しいです。今度は別の紙を乗せてその上からスプレーしてみます。紙を置いたところが直線になりました。同じ色でもいいですが、色を変えてやってみるとこんな感じです。綺麗な模様が出てきましたね。スプレーが重なったところは緑色になりました。いろいろグラデーションや模様を工夫して自分だけの折り紙を作って好きなものを折って楽しんでみてください。